パーン。お疲れ様でした。で、ハゲラ、お前らもうそろそろ好きになってきたんじゃない？これあんまりにも俺に見さされすぎて、歌う人でもちょっとこの光に何かを感じるようになってきたっていう人がおったら俺は嬉しいね。どんな？ちょっと綺麗かもって思い出した。全く知らんでも。嫌いよ嫌い。そんなやつおらんよ。でもじゃあこれと、これ見て、これ、この55ランプ、これとこっちやったらどっちの方が綺麗やと思う？それは聞きたいんやけど、どっちの55ランプの方が綺麗？ちょっと比較しようかな、これ。いやでも取り込めんのかこれ。これを出した挙句にこっちの変わるんかこれ。いや、ああるあるじゃないよこれ。ちょっと待てよ。これとこれな、これどうよ。それはもうこっちになるんが必然なんちゃいますの？こっちの方が切れちゃうろ。おお、こっち、これなんなんすこの、このレトロ感。左な、まあそうなるしやろうて。何見せられてんだ。でも一緒やで。何がいかんってのはやっぱりな、ここが光ってないんがもう完全にダメなんよ。ここが光ることによってやはりこう綺麗さが増すっていうのが一つなんだろう。ハイビスカスの方が綺麗。それは俺だってハイビスカス打ちたいよ。ないんだもん。だって。ゴーゴー。なんで俺こんなんに振り回されんやろ。ゴーゴーランプソムリエ。ラッサンいい方打つわ。でもこっちはな、確かに優しい光り方はするの。ポワってわかる。でもポワって光ったらあのバーレギュラー混合なんよ。カッっていきなり光ったらビッグ確定なんだわ。この台一回だけ来たけど、こうわかる。普通はポワってつくよ、ちょっとモワンって。これがカンって一緒にパーンって光ったらビッグ確定っていうプレミアな。だいたい来ない。それもまたクソ台のゆえんで、わからんわって、わかるようになるけん。それがあ、今カッってなったって。だいたいモアって、そのモアが基本なんだよ。ならんわ、分かるなるけん。鼻打ちたい。
花々打ちたい俺、ツインドラゴン打ちたい。なんで俺生まれんかったやろ、九州とか愛知とか沖縄とかに。なんなら東北でもよかったわ、打てるんなら。なんで俺四国の鎖国島みたいなところに生まれちゃったんだろう。しかもその中でも一番ない、あるんよ香川とか徳島とか高知には花々、愛媛ないけん。マジでなんでこんな不毛の地に生まれてしもたんやろ俺。からかわディスっていうか愛媛ディスな、マジでクソやで愛媛。うち行こうかな、ちょっと俺高知とか香川まで遠征して、かまん一日かけて休みの日に一人で高速乗って愛媛がクソすぎてって。それ朝の6時とかから俺出動することになるで。松山にもない、ないよツインドラゴンとか30倍なんかねえから畜生。あってもあれな、あのニューゴールド花々ゴミ。コロナ感染する、やめよ。やっぱ俺にはもうこれしか残ってないんだわ。ゴーゴーチャンスって。勢力図的には今基本的にこうやけん、あの店の扱い的にはこんぐらいの差があるけん、押してますって言うんで。苦しいところですな、6号機のハゲだ。僕ハゲは厳しい。負けてないんだし、いいんじゃない。そうよな、アップやめてって。これツノッチもツノッチでちょっとこう変わりはあるのかっていうのを検証していきたいんですね。ゴーゴーハゲラーと六ハゲの違いというものはあるんだろうかって。やっぱちょっとくすんどるよねこれ。これ六ハゲな、リールの汚さが浮き彫りになりますね、こうやって見てたら。ただツノッチ的にはあんまり変わりはないような模様。ちょっとあの55の方が角でかいかな、うん、一緒だとなったらブドウとかはどうなんだ。チョリー、いやこのこいつか、むしろ俺たちが検証せないかんのは六ハゲの方な。これ6ハゲのピエロ、これ55ハゲラーの方。やっぱリールが汚いね、うん、ピエロ自体はやっぱり変わらないあれがあるんか。殴りたい。変わらんな。ちょっと若干手がでかいかな。やっぱ全てにおいてちょっとでかいかも。ゴーハゲの方が。イラつく。じゃあチョリーはどうだ。最終。みずみずしさがありますね、6号機の方は。もういいって、まあまあ見とけって、最後やけん。これが55のチョリーである。ほんと変わらんな、なんかちょっとは変えてこいやの。
もう全然じゃないですか。ちょっと赤みが。このプリンっていう、このプリンまで全部真似てるんですね。汚い、汚い。マジで末期患者。寝よ。それでは。お疲れ様でしたって。勝つで、俺は7連勝目指して頑張るけん、応援頼むで。それではお疲れ様でした。チャオです。